今回出てくれてるキラキラダンサー周平のショー終わりに密着してみたいと思います。行きましょう。いきなり行った時どんな感じになるかよ。やべ、先輩いる。やべ、一瞬だけ座って。周平です。踊り終わりのすぐの周平にちょっと今日はどうだったか聞いてみようと思う。復活おめでとうございます。ヒロさん、ちょっと回しちゃってるんですよ。あ、いいよ、全然。すいません、学ましい。自分 YouTube やってて。あ、そうなんですか。はい、すいません。今日も本当ありがとうね。ありがとうございます。ちょっとキラキラダンサーとして俺はしゅうちゃん紹介してるからさ、ちょっとなあ、しゅうちゃんのいろんなものを教えてほしいから、はい、一回戻ろっか。戻りましょう。せーの、はい。ということでね、今日はね、ファイル6、キラキラアーティストを改めて紹介したいと思います。東京フットワークスから周平、イエーイ。初めて来てくれてありがとうございます。最高です。この熱いチャレンジ続ける男、周ちゃん、いきます。ゴキラキラ TV ハナキンファイン。改めて周平は来てくれました。ありがとうございます。いや、俺ね、普段はね、周平なんて読めないからね。周ちゃんって俺いつも読むから結構長い付き合いでね、本当にチャレンジし続けてる男なんだよね。何をチャレンジしてるかですよ、皆さん。キラキラダンサー初のバトラーです。で、俺がアライブダンサーライブ、ドーンって見たときに、しゅうちゃんとはまだそこまで出会ってないんだけど、武道館で出てるんですよ、ガンガン。俺もさ、リリカルとして、はい、ショーダンサーとして違うフロアでさ、出てて、うわー、あの人また出てるみたいな。そういう、俺、そっからしゅうちゃんのこと知ってるわけ、はい、俺は。そこから、あの人また出てるってのが2年ぐらい続いてて、テレビのダンサーヒーローで、あの東京フットワークスっていう存在をがっつり知るんだよね。うわ、あの人だみたいなめちゃくちゃかっこいいなってやっぱ思ってたし、あのリーダーの周吾君は年上だから、あ、年上の人たちなんだろうなと思ってて。そうそうそう、俺もきっかけは多分ノアだと思うんだけど。そうですね、そうだよね。ノアの先生で、あの俺が後のクラスで前のクラスにしゅうちゃんが入ってきて、そこからちょっとずつこう、あ、あの人だみたいな。で、俺が話すようになったんだけど、そう、まさかね、ここまで長い付き合いになるとは。ありがとうございます。どう、最近のバトバランスは。自分は、うん、まあ、そのさっき言ってたダンスアライブが、うん、まだ映ってるので、うん、この間も予選に優勝したので、はい、あの次の4月、うん、2024の4月、はい、はい、なんか国技館で、はい、またファイナル出るんですけど、結構ね、もうよくわかんない領域に達したんで、8年連続で10回目の出場になりましたね。8年すごいね。どこも甲子園の常連の、まあ、すごいことだよね、ほんとね。で、まあ、でも、ほんとに毎年言ってるんですけど、優勝できてないんで、まだファイナルも優勝できてないんで、またこう、はい、狙っていきたいなっていう感じですよね。それ、まあ、イベントの時からずっと言ってた。そう、あの、うん、じゃあずっと言ってもう何年あのね、国技館のステージに立てることが本当にすごくて、そこでやっぱ優勝するって本当に夢のまた夢で、多分甲子園で優勝すると同じレベルってか、もう本当そのレベルだと思ってて、すっごいかっこいいんだよ。いやー、あのね、あの空気感にいつも戦ってるわけじゃん、すごいなと思って。だから普段ね、こんな「おいしんちゃんええ」とかやってるけど、言える人じゃないんですよ。緊張するの？緊張は、いや、もちろんしてるんですけど、うんうん、でも、どうなんでしょう、やる前にちょっとしてるだけっていう感じじゃないですか、ね、もう高まるよ、絶対。高まるとか、うん、そうですね、でも、もちろん、何に出てるとか、うんうん、あとは相手が分かってる場合、誰なのか
そういうことでも結構正直ギア上がってるから、あ意識がどうしてもその踊る前の意識が変わってきちゃうんですよね。あなるほど、相手にもよるもんね。そこまでだってそこまで常連だったら結構知り合い多いでしょ。知り合いも多いですし、結構長くやってると、どんどんこう下の世代のことを対戦することも増えてきたんですよね。で、始めた頃は先輩に勝ってるっていうピンチが、はいはいはい、これでなら勝っていいんでしょみたいな。はいはいはい、今はこの後輩に当たる世代の人たちとよく当たったりとか、燃え方が難しい時期になるほどね。うんうん、だったり、あとは、ここちょっと半分ギャグなんですけど、な女の子と当たると、なんかちょっと調子出せずに負けるとか。なるほどね。いや、俺、実際その、そね、もう分かんないよ。そのイメージで、はい、じゃあ女の子バトルしますってなると、ちょっと引き気味になっちゃう気がする。そうなんですよ。それだよね。はい、周り の, その応援してくれてるその生徒の人とかに、はい、ちょっと真面目に突っ込まれる。ああ、そっかそっかそっか。その女の子だと、手加減しますからね。手加減してるつもりじゃないんだけど、ちょっとギアがね、そう、やっぱね、あのそこは克服したっす。ああ、そうか、そうか。最近はその、まあ、でもその世代だったり、そのいろんな対戦変な感じもあるんですけど、相手を自分に設定すればいけるみたいな。まあ、とはいえ、踊るのも俺だしみたいな。そこにこう、桁近寄って、まあ、いい意味で冷静になってから踊るいうことができるんですよね。はいはいはい。次の世代のやつらがガンガンやっぱ来てるんだ。バトルのシーンも、はい、でもそれがあのクラブシーンも一緒だな、はい、やっぱ俺 の, その振り付けの仕事してるじゃない、はい、そっちもやっぱ一緒だよね、はい、若い世代にどん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 切り替わってくるのかなって中でしゅうちゃん戦ってんだよなずっとやってます ねだって聞きたいのが海外でも呼ばれたりさ伝説見たこと結構してるよ、まあはい、あれ実際どこ行ってるの呼んでもらってると言ったらアジアの今の国が韓国、台湾自分でこう興味を持って出に行ってるのは結構オランダ のサマーダンスフォーエバーオランダのサマーダンスフォーエバー、はい、おーちょっとあのそれを聞きたくて、はい、やっぱ俺はハウサーじゃないんだよねシンプルにダンサーのジャンルとしてまあ俺ヒップホップダンサー、うん、でハウスダンサーヒップホップの聖地ニューヨークダンスがすごいって言われたらロスとかそういうイメージなんだけど、はい、ハウスってオランダとかヨーロッパ系なの？ダンスの始まりはハウスダンスってことで言うと、うん、ざっくり言うと違うのニューヨークなんですよね。なんかあのエリートフォースだったりとか、うん、ダンスフュージョン。あはいはいはい。そこの影響力で結構世界に広まっていったんですよ。で、東京は割と早かったんで、うんそう、もうなんか二番目だった。言われてるマジで、はいはい、アンサー大国じゃないですか大先輩たちが、うん、ニューヨークのそのオードリーと出会って、はい、なんかこう体感しに行っては戻ってみたいな生活をしていたらしくて、うんうん、今はどこが暑いとかになるとでもヨーロッパは暑いです暑いんだもともとは、うん、アウトダンスフォーエバーっていうイベント名でなんか大きくなる夏のダンスフェスみたいなタイミングぐらいから確かサマーダンスっぽいことになってジャンルもたくさん撮るんですよねあ、ヒップホップもあるめちゃくちゃマジで、はい、ヒップホップとかも、うん、エントリー何百人か500人とかあ、そうなんだ、はい、そこは一応バトルなのするのバトルフォーエバー、はい、で、500人出てもあのトーナメントに通過するのが24人ですしゅうちゃんはそのじゃあ500人の中でいつもエントリーしましたはい実際その20何人のこととあるでしょうあはい、まあ、ハウスだともうちょい少ないは少ないんですけど、うん、通過ははい知ってますね世界で活躍してますよこの男は2024のライブははい優勝そうっすね10回目ってあそっか10回目いや厳しい世界だよいや本当に何の曲が来るかもわからない相手が誰になるかもわからない、はい、すごい戦いしてるわなそれのね一番てっぺんの戦いだからね日本でもそれはそうだよね日本のハウサーのシーンってすごい昔からあるもんねそう長いんですよ、ねうん、あのアルマだったり、うん、カンボさんもまだガンガン踊ってて今カンボさんも DJ しか基本できないんだよねそうそうそう
やっぱ日本もレジェンドのサムさんもいるし、はい、ハウスアーって確かに昔から日本にもあるなってなんか今シュウちゃんと話して改めて思ったね。そこからさ、やっぱシュウちゃんと一緒に踊ったこともあるんですよ僕。これ俺の自慢なんでめちゃくちゃ自慢なんで。もう一人あのヒップホッパーのミドルスクールのタケっていうやつがいて、タケもガンガンアライブとか出てるね、バトラーで。そのバトラーに挟まれてあの渋谷のナオとか一緒に踊るっていう。で、ケニも出たよね、エド・シーランが入りました。そう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 、俺のヒップホップをあのシュウちゃんが踊って、ほんでシュウちゃんのハウスを俺が踊る、タケのミドルを3人に踊るとかいう、そうそう、すごい異色でみんなにびっくりされたんだけど、その当時は。とにかくね、ハウスはね、歴史がめちゃくちゃ深いです。でもまあその中でさ、でもうシュウちゃんはレジェンドだよね、ハウスの中では。いや相当よ、バトルであそこまで毎回行ってるわけだから、それはもう憧れるハウスはめちゃくちゃいるわけだし、レジェンドチームといったら、まあ、今フットワークスって出てくるじゃない、絶対。でチーム活動をやってくるの、これから。もう、はい、そうですね、チームもう何年だろう、13年目とかぐらいなんです。長いね。長いんですよね。一番上と一番下で10個差ぐらい年はあって、はいはい、自分は下から立てた方が早いなんですけど、タッキー先輩が一番、はい、あの中央先輩か、あ、まさか中央先輩のリーダーが一番上、リーダーが一番上。もともとダンスのスタイル的なところがみんな同じではなくて、うん、バラバラな感じだったりとか、ある程度みんな大人になってから知り合ったから、なんかいい関係ですね。トシヤとどうですか。トシヤとは、そう、トシヤはそのフットワークスのメンバーでも一緒なんですけど、うん、もっとそれ、そのチーム結成するより前、もうお互いがまだ未成年、10代、大学生だった頃ぐらいからもう友達で、うん、で、その場合はチームが、コンシエンシアっていうチームだ。コンシエンシア。MC なんかじゃない。難しいんだよね、コンシエンシア。結構そうですね、もうその2人の、その、ちょっとなんか遊んだというか、ちょっと面白おかしいというか、ちょっとシュールな話題のシーンもあったりとか、こう、より、バチバチに決めるというよりは、なんかこう、ほわっとした、でも実は上手い。人たちみたいな感じでやってる。はいはいはい、まあ、そう、そりゃそうだよね。東京フットワークスのメンバーの丸々が来たり求められるじゃない、はい、名前があるわけだから。で、コンシエンシアの方でちょっとゆるく自分たちがやりたい、また違うやりたいことを見せるみたいな。まあこれからさ、シュウちゃんもこれからまあ俺もそうなんだけど、ダンスでガンガンやっていくわけだけどさ、はい、今年はまあ来年の目標か、はい、的にはもう優勝だもんね、とにかく。そうですね、また、はい、10回目っていうのを気に入る時。そうだよね。いや、それめちゃくちゃ応援してますよ、はい、その先、はい、どういうふうに考えてるの。踊り続けてる生活に、うん、このままでいたい。痛いよね。そう、うん、でもこのままでいるってことは多分まあ向上する気持ちがある状態で続けないと、このままでいられないんで、はいはい、なんかこう変わらず音楽を楽しんでて、自分も踊りが楽しめる体もキープして、はいはい、やるだけやってないなって思ってるんですよ、まあ、キープするためにこれからのバトルでも、はい、まあ、来年以降もチャレンジし続けると、ずっとやってきた、ね、はい、ダンスアライブはもうちょっとあの1回優勝して、うんうん、はい、こうなんかいや区切ったいですよね。優勝するまでやめへんで、この男は。やめらんないですよ、これここまで来たらね。いや本当今日最高だった。いろんな話聞けて、ちょっと俺もね、もうレジェンド多すぎちゃって、こんなあのハウスについて考えたことなかったから、歴史をすごい俺感じたわ。うん、分厚い。でもレジェンドだけど、ね、ああ、そのレジェンドもね、みんな最後ね、ちょっとダンスをちょっと踊ってほしいじゃない。ちょっとしゅうちゃん、軽くいいっすか。終わりました。お願いします。やりましょう。はい。
やばい、最高ですよ、しゅうちゃん。マジでやばいわ。やっぱ違うんだよな。この上も入ってくれますから、この人。今日は来てくれて本当にありがとうございます。こちらこそ、来年は優勝、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日のキラキラダンサー、しゅうへいでした。なお社長のキラキラ TV、 ハナキンハニー、ありがとうございます。しゅうちゃんでした。お疲れ様です。本日はご出演いただきましてありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ハウスダンサーの方っていうのも、まあ、ダンサーの方みんななんですけど、喋ることないじゃないですか。また来週も出たいですかね。あ、思ったでも結構本当面白かったですね。あっという間というか、来年の新井の優勝願っておりますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。本日は周平さんご出演でした。ありがとうございます。ありがとうございました。